はいどうも、ヨカチプニプニ。おおすごいいいね。今回もやっていきます。1000ポイントかな。最後は200だね。はい、じゃあイベントいきましょう。はい、今回ね、妖魔将棋イベント第5弾、いっぱいね細かいの映ってたけど、妖怪ウォッチシャドーサイドのね妖怪たち来ましたね。今回はプニットショットみたいなんで、金のスザクと銀のね玄武ということで、みんなすごい鎧持ってるね。まあ白虎もアシュラもね妖魔将棋妖怪になってたんで、はい、どうなんでしょう。あとは不動明王とかかな。ダークネス、キュービね、キュービシャドウ来てましたね。はい、というわけでやっていきましょうかね。玄武補填符、懐かしいね。今回はプニットショットイベントで、マップがこんな感じか。なんかアメリカンな感じとして、アニマブレードいますね。今回ダークネスと弁慶。前回もダークネスだったね。前回つか以前もね。ジバニャンシャドウ、山狼、弁慶、旧カイディンだな。はい、旧カイディンは良かったかな。はい、じゃあやっていきましょう。隠しステージは次からかな。あ、いた。ここにいるね。はい、というわけで始まりましたが、一応ね、ちょっともうマップはやっちゃったんだけど、ガシャね、やっていきましょう。一応今回もね、もうちょっとある程度進んじゃってるんですけど、シャドウサイコイン G があるんだな。まあちょっといつもよりいいかな。はい、というわけでやっていきましょう。今回もね、特攻は運があれだけど、3発買ったね、無課金攻略でやりたいと思ってます。弁慶はね、9までですけど、封印はね、また10になるとヒットポイントが大幅に削れる予定なので、はい、ちょっと楽しみにね、やっていきましょう。で、一応今回のガシャは、開幕はね、五右衛門超アップになります。今回の五右衛門と、あとキュービーがね、2日間か、Z ランクの超アップか、多分次、キュービーシャドウ来るんじゃないかなと思います。それで2日やって、大釜ライトとキュービー超アップが来て、次にね、玄武なんで、まあどっちかでねやればいいのかなと思います。ただ今回ちょっとマシだなと思うのが、一応ね、今回の五右衛門とキュービーは、キュービー今回じゃないか、五右衛門はね、弁慶にダメージ中アップあるんで、まあしてもいいかなぐらいかな。まあでもゲットできてもね、必殺の秘伝書がねないからあれなんだけど、まあでもあれかな、明日大釜か土蜘蛛が今特大特攻だけど、まあ多分これもね、2日経ったら逆に反転するのかなという感じがしますかね。はい、なんでまあ軽く10連ずつ3回やっていきましょうかね。一応最初はお助けばっかやってやる過ごすので、ワイポイントたまんないけど、最後にね結局このイベントたまるんで、まあなんつうんだろうね、玄武の時に30連するのと10連ってのはどっちがいいんだろうね、よくわかんないけど、まあいいや、やっていきましょう。前回はね、メインアカウントだけ攻略できなかったんだけど、リュータがいてね、最後ね、ぶっちゃけ時間切れじゃなかったらいけたね、攻略できたね。リュータで十分攻略できたね。私ね、諦めちゃってて失敗しましたね。最後、そう、リュータ必殺だとよかったから、3アカいけたのにもったいないことしちゃいましたね。まあ一応ね、特攻なしでも、あいつは倒せたね。まああれぐらい簡単だといいね。今回も、スザクの特攻が一応弁慶だけになってるんで、まあとにかくね、おはじきじゃねえか、プニットショットね、クリア頑張りましょうという感じですかね。まあでもちょっとサブアカだと倒せないかな。
ただね、私のサバカはね、豪傑が強いんですよ。なのでちょっとチャンスかな。メインアカがもうほんとメインアカだかなんだか分かんなくなってきたけどメインアカのガチャいつも全然ダメだし、サバカも頑張って、サバカの方がなんか、おエマだ、なんか明らかにね、サバカの方がガシャがいいんだよね。メインアカなんかさ、多分倍以上引いてんのに全然あれなんだよな。はい、というわけでダメになっちゃって、まあでもね、どっか特攻引っ掛けてねやる感じになっていくと思います。はい、じゃあ2番目のアカウントいきましょう。はい、これ2番目のアカウントで、まあまあ進んでますね。そう、2番目のアカウントのくせにメインアカよりね、ちゃんと ZZ もコンプしてるので、あーでもあれか、エルゼメキアゲットできてないか。まあ暴走エンマとか暴走カイラとかいないんだけどね。なんかほんとガシャ運はマジでなんかあるよな絶対。まあ、プニットショットは割とね、ヒットポイントもね低いんで、あと特攻が出たら特攻がめちゃくちゃ強いっていうね。うん、今回すごい赤だね、赤連チャンだ。あ、そうか、気まぐれゲートの後だった。気まぐれゲートの後ガシャやんない方がいいや。気まぐれゲートの後ね、ダメなんだった、忘れてましたね。ちょっといいや。ちょっと3番目のアカウントは、おお、SSS。これなんだっけ、シャドウか。百鬼姫シャドウ。ちょっと3番目のアカウントは、様子見だけにしよう。そう、気まぐれゲートの後っていつもね、そうガシャ罠だった、忘れてた。まあ、焦らずともね、うん、なんとかなるんで。はい、という感じですけど。一応ね、最近のイベント妖怪強いんで非常にあれだよね。パンドラももうちょっと育てたいかな。レベル上げがね、伏竜のレベル上げが全然できませんでしたね。あと極炎魔も、ウルトラマンはティガはね、終わりました。はい、じゃあ3番目いきましょう。はい、これ3番目のアカウントで、あ、一応 Y ポイント9000以上あるからやっちゃうかな。2までいってますね。あ、3までいったか。うん、はい、じゃあこれも10連やっちゃうかな。あ、でもなんかなやなくてもいいと思うけどな。まあいいや、レベル上げねした方がいいんだよね、ほんと個人的にはね。伏竜がやっぱまた、あとこの空転も終わってないしな、もう10上げなきゃいけないし。気まぐれゲートでね、レベル上げやりたかったんだけどね。まあ、これが本当にサバーカっぽい。でも ZZ もついにね、2枚目まで行くようになりました。はい。もうなんか、必殺の秘伝書がないのが条件が同じになっちゃったからね、なんか本当、アカウントに差があんまりなくなってきちゃった。ただならぬ気配を感じますね。さあ行きましょう。ゴエモンがまあまあ必殺良かったよね。ちょっと最初に見ればよかったな。まあ気まぐれゲートの後は本当やめた方がいいね。単連続赤だもんね。いやー、これはちょっと本当にダメだこりゃって感じだね。気まぐれゲートの後にさ、今まで200連ぐらいしてダメだったことがあったけど、うい、おお、土雲ライトいいじゃない。これ今特大特攻だからね、これ火力が上がっていいじゃん。とにかくそう、こんな感じでまあダメと言いつつ、まあまあ、あ、スザクだ、厳重スザク。まあ一応3アカウントね攻略ということでね、少しずつあの特攻積み上げてね、あのサーカーでね、ダメージを積み上げて攻略していきたいなと思っております。最後にうまくね土蜘蛛引っ掛けられて、かなり火力
違うんじゃないかなということでね。はい、まあ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 、じゃあ土雲だけ見ましょうか。前回はね、なんだかんだとバンバレアも土雲が不気味、ボーナス弾降ってくる元祖軍を率いて帰戦に駆けつけた土雲、戦いの中でも霊の心を忘れず正々堂々と勝負する、その姿に憧れる太陽軍の兵士も多いということで、土雲ライトさん、バナナがかっこいいね。はい、というわけで今回こんな感じです。こまみちゃんとかのレベル上げも頑張りたいと思いつつね、無課金攻略やっていきたいと思います。一応最初に話した通り、今回の妖怪は朱雀、まあまあだね。朱雀まあまあではないのかな冬場ゲージ、あ、一瞬で数えきれない系か。玄武がタップでデカプニ作りだから玄武欲しいね。でデカプニ降ってくる、デカプニ降ってきてさらにっていうと、これ結構使いこなすといいね。で五右衛門がね、溜まった状態スタートだけど Z だから五プニでスタートかな。まあこの辺の Z はいらないって感じかな。で五右衛門じゃなくて弁慶だけ一時復活か。まあこの前昔のスサノブレイダスじゃなくてと一緒だね。あの時もおはじきだったかピントショートだったかだったんで、はい、あれですね。そしてダークネスはまあ交換特攻だけど、まあいらないかなっていう感じで、はい、まあただとにかくね、特攻を積み上げておはじき攻略していきましょう。はい、そしたらごめん、最後に土雲レベル1だけど、技レベル2のレベル1でどんぐらいだろうな。じゃあ最後特攻設定終わりにしましょうか。強いね、まだレベル1なのに。はい、という感じで、とにかくプニットショットは特攻がめちゃくちゃ強いんでね、はい、なんとか積み上げて頑張っていきたいと思います。はい、じゃあ今回こんな感じです。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、またお会いしましょう。さよなら、バイバイ。無課金攻略頑張りましょう。まだレベル低いね。